はい。皆さん、こんにちは。こんばんは。というわけで、今回なんですけども、10月15日に公示されました衆議院選挙ですが、27日に投開票っていうところで、いよいよ終盤戦に突入かなっていうところなんですが、今回は個人的にはやっぱりさ、与党対野党というよりも、増税政党対減税政党っていう構図で見た方がいいかなっていうには思うわけです。それぐらいも今生活できないぐらいの物価高、経済政策に一番関心がある人が多いと思うんですよね。実際さ、ヤフーのアンケートでも1位は経済政策っていうことですから、それぐらいも自民党にはうんざりしてるっていう人も多いわけです。しかしながら野党第一党の立憲民主党は、もう自民党のアシストというか、言ってることほとんど同じってなれば、与党が勝っても終わってる。自然な流れで政権交代しても終わってるってことで、どっちみち国民の地獄っていうの続くわけですよ。じゃあ今回伸びるべきは、やはり減税政党っていうところなんですけど、状況はどうなってるかといったらこちらの記事。立民、国民、大きく躍進も政権批判票を取り込む。共闘不発の影響は限定的。衆院選終盤情勢と。いうわけで、データとしては、立憲民主党、国民民主党のこの2つがですね、大きく躍進するんじゃないかっていう予想が出てると。今回僕は入れるべき政党っていうのは、国民民主、れいわ新選組、参政党、この3つしかありえないと思ってるんですが、やけども、候補者数がさ、やっぱ少ないわけですから、当選人数が多かったとしても政権交代は無理。じゃあ与党の過半数割れっていうのは当然の条件として、どこが伸びるかっつったらやっぱ立憲になってしまう。でもここはさ、もう増税政党の票の食い合いになっちゃうから、生活が苦しいことには変わりない。というところなんですが、なんと今回は自分の党もそうやけども、とりあえず減税政党に入れるべきだっていうのを参政党が言っているというところでね、今回はそちら見ていこうと思います。よろしくお願いいたします。産経 FNN の衆院選情勢調査では、立憲と国民が大幅に議席を積みまし、小選挙区に多数の候補者を立てた共産党も伸ばしそうだ。一方、維新は現有議席の維持が難しく失速気味と。選挙戦で立民は自民党の政治と金の問題に照準を絞り、政権批判票の掘り起こしに努めてきた。立民幹部は、全国の小選挙区を回ると自民を懲らしめたいという有権者が実に多い。政権交代すると感じるぐらいの反応だと上機嫌に話す。実際、終盤の情勢を見ると、過去に自民と競り合っていた小選挙区での立民優勢が目立つ。立民と共産は142の小選挙区でぶつかるが、立民は順調に政権批判票を取り込んでおり、乱立の影響は限定的のようだ。国民民主も大きく伸ばす見通しだ。国民民主幹部は、演説会場に多くの人が足を運んでくれると語る。選挙戦では手取りを増やすのキャッチフレーズを前面に打ち出したが、狙い通り若年層や現役世代の取り込みに成功しつつある。支援する労組幹部は、想定以上の伸びかもしれないと胸を膨らませると。いうわけで、あくまで産経の終盤の情勢っていうことなんですが、冒頭でも言った通り、僕は今回は増税対減税。だから与党対野党でもなければ、右対左でもないっていう感じ。だからこそ、令和の山本太郎さんが、公示日ぐらいに言った、自民も終わってるけども、立憲も終わってるっていうね。あれ本当にいいこと言ったなとは思うわけ。事実、与党が自民党っていうのもそうやねんけど、野党第一党が立憲民主党っていうのもさ、日本国民にとっての不幸の一つだと思うんですよね。今回でもさ、記事が書いてあるけどもさ、立憲が大きく伸びる可能性があるわけやんか。なんならさ、政権交代の芽が出てるわけやん。むしろ石破政権になってさ、支持率も全然伸びてなかったら、増税言うてるわけですよ、石破さんって。じゃあめちゃくちゃチャンスなわけやけども、そのチャンスを全く生かす気がない。なんなら自民党とさ、手組んで他の野党の減税政策潰しに来てるっていうのが立憲やん。じゃあこんな政党必要かって必要ないでしょ。自民と一緒になくなったって何も問題ないわけよ。ごめんなさいね、支持者のこと聞いてたら。でもそれぐらいさ、今回政権交代のチャンスですら、あえてブレーキ。政策考えるのはしんどいから、考えた政策をひたすら批判だけをしたいっていうのが、まさに立憲民主党かなと思っちゃうわけ。だから今回、立憲が伸びるっていうのは残念やねんけど、国民民主党が伸びるっていうのは、僕は良かったと思う。別の記事では、中盤の情勢なんかでは、れいわ新選組も伸びるってことやから、ここが伸びてもなかなか面白いことになるでしょうね。で、今回議席を伸ばしてほしいなと思う野党の一つに、参政党があるわけですよ。残念ながらあまり伸びるような調査は出てませんが、ただその参政党神谷代表の凱旋で、なかなか面白い呼びかけをしてるっていうところでね、まずはそちらをご覧ください。裏金を出しにして党内の粛清を進める、こんな自民党に一票も入れる必要はありません。じゃあ野党第一党立憲はどうか。奥歯に物が詰まってるんですよ。なんで奥歯に物が詰まってるか。私立憲民主党は自公政権の過半数割れを狙って、そこでうまく連立とか組もうとしてんじゃないかと思うわけですよ。自公政権と立民が組んだらどんな政権ができます？緊縮財政の増税政権ができるんですよ、皆さん。そこに数足りなかったら維新も乗っかるみたいな話になったら、もう大連立ですよ。それで、選挙終わったから国民の信を得たとか言ってですね、
これ以上増税されて、社会保険料とか上げられて、国民負担率上げられたら、そんなのね、アメリカとか中国関係なく日本滅びますわ。ね、だって国民の手元にお金がなくなるんだもん。プライマリーバランス黒字化とか言ってですね、国が、政府がどんどん黒字になったら、民間企業と国民が赤字になるに決まってるじゃないですか。なんでこんなこと分からずに政府の黒字ばっかりやるんですか。今国民が赤字なんですよ。国民が苦しんでて30年間経済止まってるんですよ。これを変えていかないといけない。それを言わないような野党第一党はいりませんね。そして大阪ですから、維新ね、維新の会、維新の会はもう前回裏金の時に馬場代表が自民党と裏でね、ある程度握っちゃったもんだから、中がもう分裂状態、維新自体がもう崩れそうです。そしてその維新を中から崩そうとしてる人、最近私ツイート見てますけど、誰かわかりますか皆さん。今回維新は選挙で勝ってもね、分裂含みですよ。誰がそれ仕掛けてるか、皆さんよくご存知の橋本徹さんです。橋本さん何狙ってると思います。石丸さんあたりと組んで新党でも立ち上げて、維新の片割れあたり、東京あたりの中心の維新たちを引っこ抜いて新しい政党を作ろうとしてませんか。そこに日本保守党あたりもくっつけて新たな保守の政党だと作ろうとしてませんか。ねえ、そこにわざわざ高市早苗さんの名前まで出してね、自民党の保守派もこっち来た方がいいよと、高市さんを党首に担いで新しいグループ作るべきだみたいなね、そういう世論誘導を一生懸命ツイッターでやってるように私には見えます。大阪の皆さんね、橋本さんね、政治やめたと言いながら一生懸命テレビ使って政治の活動してますよ。私からするとそれにまた誘導されて、自民はダメ、立民もダメなって、また看板の抱えで新しい保守っぽい政党ですか。保守っぽい政党ね、そんなんにいつまで騙されるんですかという話です。それも緊縮財政ですよ。また無駄を切るだからね、どこがやっても日本がね、良くなりそうな見込みがない。今アメリカとか中国激変する国際情勢の中で、日本が生き残るためにはまず日本政府じゃなくて日本国民が経済ちゃんと回せる状態作んないといけないね。日本国民がとにかく生活に安心できる状態をまず作らないといけない。国の礎は国民ですから、国民が飢えてて国家が守るなんていうことはないの。だからね、自民もダメ、立民もダメ、維新もダメなんですよ。ね、そうなると国民の選択肢は減税を訴えている政党に入れるしかないわけですよ。でも減税を訴えている政党は小さいとこばかりなわけ。ね、まず参政党、ね、から令和新選組、それから国民民主、このあたりですよ。共産主義はダメですからね、皆さん。となると3択しかないわけです。ね、ね、リベラルが好きな人は令和、中道なら国民民主、保守的でナショナリズムがいいなと思えば参政党ですよ。この3択、この3つをどれだけ大きくして新たな勢力にし、増税政権ができるのに歯止めをかけるか、これが皆さんの生活を守れるかどうか、日本の力を維持できるかどうか、経済的なね、このポイントですよ皆さん。ここをしっかり理解してください。こういうことをしっかり解説している討論番組とかがないね。私出してくれない、一生懸命言うんですけどね、一向に民放とかの討論番組に呼ばれなくて、1分の紹介動画ぐらいしか流れないので、こういう話ができません。だからこの選挙を通じて、この12日間で私は国民の皆さんにこれをしっかりと訴えていきたい。そしてね、減税の方に持っていく、減税を訴えると大きくするということが一番大事なのと、結局自公政権がまだ強いわけでしょ。そういう時に国民の一番賢い選択、それは政権与党と一番遠い政策を訴えている政党に投票することです。これが戦略的投票というものです。とにかく政権与党と真逆のこと、なるべく違うことを言っている政党に入れるのがいい。だから私は記者会見の時にこの表を作って皆さんにお見せしたわけですよ。ね、グローバリズムなのかナショナリズムなのかという座標軸と、それとも積極財政でいって国民にまずお金を渡そうという人たちなのか、いやいや国の財政を黒字化する方が大事だから国民からお金を召し上げようという方なのか、どうですかっていう、これが座標軸です。ね、だから
ね、この半分より上の方に入れた方がいいわけですよ。ね、その方が皆さんの負担が減るから。ね、財源どうすんだって言うけど、経済がでかくなってからじゃないと、国民の経済が回ってからじゃないと、財源ありきじゃないんですよ。国民の日々の生活がまずありき、それによって税収が確保されて、そっから財源です。そうでしょ？国の財源が黒字でも、国の収支が黒字でも、国民が飢えてて人口どんどん減って、外国人に依存しないような、いけないような、そんな国になったら、黒字でも意味ないじゃないですか。ね、本末転倒。まだ私一人ですから、お前何一人でそんな生きてんだと思われると思う。けどね、生きるのはこの選挙の時しかないんですよ。ね、討論番組も出してもらえないし、ね、国会の代表質問もないし、この選挙で議席を確保して、衆議院の本会議で参政党が意見を言うしかないんです、皆さん。そして参政党がね、万が一自公政権が過半数割れをして、どっかと連立を組まないといけないとなった時に、ね、微妙ないろんなキャスティングボートがあるわけですよ。もし参政党が10議席くらい持っていて、いや15、5議席くらい持っていて、そのキャスティングボートのどっかを握るような時になった時に、我々は必ずね、与党に交渉しますから、我々のこの十何票が必要であれば、まず減税と積極財政やってくれと。外国人の労働者が増えすぎているから移民政策を止めてくれと。それから農業とかがもうガタガタで食料自給率が低すぎて、ね、こんなもんね、あの戦争しなくても飢え死にするわと。食料止められたらね。そうでしょ？ミサイル撃ち込まれなくてももう輸入の食料止められたら終わるじゃないですか。エネルギーも一緒ですよ。ね、再エネ再エネとか言ってて、そんなのやってたらですね、ね、電気がどん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 高くなって経済がダメになっていく。ね、それだったらまだね、CO2 には禁輸しながらも火力発電とか原子力発電、安全なね、そういったものをきちっと作っていくところにね、シフトしていかないといけないですよねと。まというわけで見てもらった通りなんですけども、なんとびっくり、今回の選挙では減税勢力に入れろと。それがなんと参政党でもいいし、国民民主でもいいし、令和でもいいと。っていうわけで、これ結構僕びっくりして、まあ、本来外選はさ、やっぱ自分とこの政党アピール、自分とこ入れてくれっていう話をするわけですが、まあ、すごいマクロの視点でおっしゃってたなと思うんですよね。まあ、それが今回の選挙は増税対減税なんだっていうこと。特に僕がちょっとびっくりしたのは、そういう話ってちょこちょこ言う人いるけども、具体的にさ、ここに入れろって言うたんを聞いたことはないなと思って、おっしゃってた通り、まあ、リベラル寄りの方やったら令和、中道だったら国民民主、ナショナリストやったら参政党みたいなことでしょ？まあ、右左真ん中ってことじゃないですか。だから僕思ってることと全く同じ感じなんですよね。他の政策が違うから政党が割れてるわけであって、まあ、今回の中盤情勢でも出たけども、自民、立憲、維新が上がるぐらいだったら国民民主、令和、賛成党が上がった方がいいでしょ。だから別にないがしろにしろって言ってるわけじゃなくて、本来はその防衛問題、環境問題、外国人問題とどれも押すべきだとは思うんやけど、その中でも最も今必要なのが経済政策。他をないがしろにしろって言ってるわけじゃなくて、ここがうまいこといかへんのやったら、その他の問題に着手できなくねえかって思うわけよ。防衛問題大事やなって言うけども、敵国からすれば経済政策ボロボロやねんから、ほっとけ勝手に自滅するわって話やし、環境問題に関してはそれを重視するあまりに国民負担が爆増していくっていうね、再エネ賦課金だったり、それこそレジ袋有料化だったり、でも逆行してなぜか森林環境で取られてるとかさ。でまあ外国人問題に関しては、まあここはね、その治安の問題になってくるから、ないがしろにせえなんてことは絶対に言われへんねんけど、経済成長することによって国のレベルが上がるから、入ってくる外国人のレベルだって上がってくるっていうこと。今外国人労働者がさ、やっぱやばいっていう話をしてるけど、日本国民がすでに労働的に奴隷化されてるわけやんか。それでも外国人労働者が入ってくる、じゃあその方はその状況でも日本で働く方が稼げるわけですよ。そうでしょ？自分の国の方が稼げるんだったらわざわざさ、稼げない国に行く必要がないねんから。じゃあどん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 民度が下がってくるわけやん。ってなれば、正しい経済政策を打つことによって日本が経済成長して国力が伸びていくってなれば、外国人の民度だって普通に考えれば上がってくるわけですから、これ以上治安が悪化することもなくなってくるだろうってこと。だからいろんな問題あるんやけど、最も大事なのが経済政策。それは国民の意識としてもそう。憲法改正、選択的夫婦別姓の前にまず生活やろってことやから、それが理解できてないのがまさに自民立憲なわけやんか。まあ、ここが2つ票の食い合いなんてしたって国民生活は良くならないってこと。だから具体的に国民民主、令和、賛成党、この3つが伸びることを僕は今回でもかなり期待してるということやし、まあ、まさか賛成党神谷代表が具体的に同じことを言うとは思わなかったっていうところで、いやこれは利用してるだけじゃねえのっていう話もあるかもしれんが、利用してたとしても自民立憲よりはマシだろっていうところで、じゃあ今回その3つを伸ばさないとあかんってのは分かったけども、
現実的に選挙行った場合どうなるのかっていうところもね、まあ、神谷さん語ってるっていうところで、まあ、最後にこちらご覧ください。小選挙区に賛成党の候補者がいない場合どうすればいいんですかという声が多数あります。1枚目に白票、2枚目に賛成党でもいいんですか。1枚目白票という手もありますけども、まあ、我々はですね今回減税というのを強く訴えてますので、減税を言ってる党ですね、国民民主党とか令和とか共産党、社民党もそうですね、できるだけ賛成党よりとなれば国民民主党か令和とかですね、そういったところにですね候補者が立っていればそういった党を応援してあげるのも一つの作戦かなと思います。だったら減税したいからです。でもそういった方もいない、自民と立民と公明しかいないみたいな場合はですね白票でいいかなというふうに思います。とにかく比例の2枚目には必ず賛成党と書いてください。賛成党も賛成の漢字を間違えると無効票になってしまうかもしれないので、その場合は漢字あれどうだったかなと思ったらひらがなで賛成党、ひらがなで2枚目は賛成党と書いていただければいいかなというふうに思います。1枚目は白票もしくは減税を言っている政党の方に1票投じていただきたいと思います。以上です。